わしら調査兵団は10キロ地点でアギトの巨人の撃退に成功したんやった。15キロ地点で4足歩行の飛行士が出よった。兵団員みんな向かわなあかん。第147話、車力の巨人。この巨人も異常らしかって、みんな気合を入れていかなあかん。心臓を捧げてまう。わしらの力見せる時が来たわ。大丈夫、誰も死なせたりしないから。ずいぶんおもろい顔をするな。違えてなやとは。これはチャンスだ。背中なら悩ねん。わしらエルディアの力。私も一緒に戦うから、こっちを見なさい。ヒストリアレース女王、始祖の力を持つ女王やね。武士みたいだね。アルミン、大型巨人の力を使っとけ。来てよ。大いにある。これが大型巨人の力やって。今こそ、私も一緒に戦う。今こそ大きの血やで。ただ待つなんてできない。さっきは随分おもろそうやったな。わしらの部下を戦え。エレン、始祖の巨人を使うてきやで。ヒストリアレースに触れて始祖の巨人を使わなあかん。大丈夫。この背中の兵器は悩め。わしらは散っていった仲間のために覚悟ができとるんだ。ジョニゴン兵隊。これでやれるはずだ。アルミン、この巨人は悩め。背中に誰か乗っとるんかな。私も一緒に。これは危険やで。ただ大きな血の力、はあ、心臓を捧げてまう。戦え。これが血の巨人の力って。これでやれるはずだ。わしらはやらないか。負けたらあかんだって。僕に任せて。人類を守るんがわしらやって。大いにある。わしらは一人で仲間に戦わせるようになったんかな。こっちを見なさい。行かなあかん。大きな力教えれん。始祖の巨人、僕の力はもう揃っとるわ。チャンスだ。今こそやるときやで。僕に任せて。エレン、これを使おう。あかん。アルミ、みんな大丈夫。ただ待つなんてできない。あの頃の訓練を思い出すまで。違えてよ。異常のまでの強さやわ。こっちを見なさい。これがここの靴の巨人、車力の巨人撃やな。こっちは超大型巨人で対応やで。アルミ、これでやれるはずだ。この強化なんかは負けへんで。エレン、戦え。始祖の巨人やで。戦え。そして進撃やで。これがわしらの力。チャンスだ。みんな大丈夫。動きがおかしくなってる。あの背中のなんとか攻略せなあかん。ただ待つなんてできない。エレン、アルミ、巨人の力で壊さなあかん。虫みたいだね。アルミ、これでやれるはずだ。超大型巨人を使わなあかん。かける感じ。今こそ大いにある。超大型巨人になる時やで。エレン、これはチャンスだ。進撃の力やで。この巨人はおかしすぎる。何かがおかしかった。虫みたいだね。わしら、これを使おう。エルディアの運命を。おたついてんじゃねえ。お前らにかかっとるわ。戦え。仲間を。わしらの仲間を。仲間の仇を撃つときは来てもうた。チャンスだ。アルミ、エルディアの分も飲んでまうわ。みんな、アキレス腱やで。アキレス腱、顎の不自由になって仲間を助けなあかん。調査兵団の力今見せなあかん。心臓を捧げてな。虫みたいだね。これでやれるはずだ。おたついてんじゃねえ。アルミンの発射判断力に、わしらは委ねとる。
チャンスだ。こいつなんか手こずる危険なやつやで。エレン、始祖の巨人やで。戦え背中を壊さなか。僕に任せて。アルミン、これでやれるはずだ。超大型巨人を使わなか。爆風で吹き飛ばさなか。私も一緒に戦うから。背中を壊すんやで。私が相手よ。私らも追い詰められてるけどな。敵も追い詰められてるんやで。これがわしら調査兵団の力やねん。どうだ、これが人類の力だ。これがジョニゴン兵団やねんな。わしら調査兵団は15キロ地点で車力の巨人の撃破に成功してもうた。みんな連合の仲間も健闘を祈っとる。巨人との対峙はいつだって情報不足だ。せいぜい悔いのない選択をするんだな。みんなも悔いの選択をないようにせなか。というわけで最後まで見てくれておきに、よかったらチャンネル登録高評価頼んでまうで。わしらはジョニコ兵団で待っとる。心臓を捧げてまう。